皆さんこんばんは。始まりましたソロ配信。今日は久しぶりに2ヶ月ぶりですかね、奈良かやっていきたいと思います。まあ、私は先ほどですね、子供をお風呂に入れ、そして寝かしつけ、今配信をしております。今日はですね、僕が湯船からすくったお湯を湯船にバシャーンって落とすと大爆笑してましたね。はい。まあそんな、もう11月29日ですか。もう終わるね、今年ね。もうあと2日で12月ですよね。今日いい肉の日か。全然肉食ってないわ。今日は全然肉食ってないけど、まあいい肉の日ということで。まあなんかあんまりこう一人でね、配信というかね、雑談みたいなね、もうだいぶ久しいんじゃないですか。まあと言いつつ、今日別に一人というわけでもないんですけど、はい。まあ一応これ翔一くんの部屋からねやっているので、まあ翔一くんも今ねそこに座ってます。はい。今こうやってね、手拍子やりましたけど、まあちょっと若干ゲームで詰まったりとか、あまりにも話題がなくなった時とかに翔一くん喋ってもらいます。はい、はい、お願いします。よろしくお願いします。奈良かで、タイトルにもある通りですね、渋い石川海人くんのキャラクターが実装されたということで、まあ今日はそれを中心にプレイしていきたいなっていうふうに思うんです。ちょっと見てみますか。こちらです。何もたついてるのよ。この右下のこのキャラクターがどうやら新しく実装されたキャラクター、渋い石川海人、言ってみましょうか。私がいれば勝利も夢ではありませんよ。あ、結構あれだね、なんかなんとも言えないな。なんかカイトっぽくない感じだね。なんかちょっとヒゲの感じとかさ、なんかあれだね、結構年いくつなんだろう。あー、でもなんかいいやつっぽいな。ちょ、もう一回声聞いてみようか。波と共に私がいれば勝利も夢ではありません。名前、これ名前なんですか。なんて読むの。船長と呼べ。我が帝国の権威に背く者はどこにいようと裁かれるでしょう。全然名乗ってくれないね。私は無極帝国の将軍。あ、岳山だ。岳山っていうの、めっちゃいいじゃん。超いいじゃん、名前。岳山。岳山何系なんだ、これ。好きで選べんの。この人は、岳山が目標地点に向かって突撃し、敵を撃退し、ダメージを与える。あ、結構パワータイプだ。あ、しかも変身できる。めっちゃいいじゃん。ちょ、買おう。買います。岳山、購入。ありがとうございます。岳山のスキン見てみますか。あー、なるほどね。ちょっとここら辺はまだレアリティがね低いんで、ちょっとまだランクが低い、武将ランクが低い感じだね。ここからですよ、将軍の鎧。あー、一気にいいね。胸元に獅子みたいなのいるね。これかっこいいじゃん、岳山。はい、将軍の鎧シリーズ。さらにこれが勇猛な騎兵になってくると、おお、なんか今度は気品が出てきたね。一回ここでやんちゃしてから、ここで落ち着きのある大人になってますね。なるほど。なんかあれだよね、原宿系からちょっとモード系みたいになっていく感じだ。そういう感じだ。そうか。
ともすれば雪の魔人かこれは雪の魔人、あいいねこれ雪の魔人、雪の魔人これどっちか買うか、あこっちは買えないんだ勇猛な騎兵は、本当だ、そっちは買えない、じゃあこっちにしますか、これ買います、確定、でもなんかあれだな、ちょっとこの髪の毛これ変えられんから、髪の色も変えれるんじゃない、あ本当に、あていうか兜がね、兜あるやん、うわ強そう弱そうこれはネタ装備だな、あーなるほどね、これにするか、あーこれも解放だ、これレベル上がんないとダメなんだ、強そうなやつ、ちょっと悲しいな、これはイカスミで俺持ってるんでイカスミ、これいいな、これがいいな、フェイス、あーなるほど、あヒゲなくせるんだ、はいはいはい、これが一番カイトっぽくない、これにしよう、髪の色変えなくていいですか、髪の色かさめします、うわめちゃめちゃあるじゃんおでこおでこ広いね、おでこの角度、広さ、長さ、充実、なんだおでこが充実してるって、この毛量か、うん、これむずいぞこれこだわったらちょっと気にないんで、髪のあれ毛のない、いやあるはず、多分ここではないんじゃないか、しっかりこれやめよう、髪の量だ、顔のこのタイプだけ指定して、我が帝国の権威に背く者はどこにいよ、でスキン髪型これです、これだ、あで髪色だ、左下にあるよ、あれ見たことある、見たことあるな見たことあるな、あーいいねいいねいいね、うわっいきなりイケメンになった、これじゃん絶対全然これでしょ、全然それだね、これかっこよ、しかもこれ初期装備じゃんね、で髪色何色にするのうわ決まってるね、日焼けだ、あこれはチャラいね、チャラいな、赤にしますか、真っ赤ちょっと赤にしますか、落ち着くなる、ね、真っ赤にしますか、真っ赤にするやっぱちょっと挑んでいかなきゃいけないからこれでいこう、目立つぞ、OK、行きましょう、私がいれば武力を使わずには、おお決まってるね、じゃあちょっとこれで今回はあのソロモードっていうのがあるんで、今までは3人でやってたんですけど、うんうん、それが今回みんな1人、これちょっとやってみましょう、早っ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 、来ますか、1人だらね、うん1人だね、周り気にしなくていいから、なんかやっぱり武力を使わずに相手を服従させること、結局のところ、うん、一人の力で何とかしなきゃいけない場面って多いからさ、うん、うん、やっぱそこだよね、いや全然操作もう2ヶ月ぶりですからちょっと待ってください、はいはいはい、鍵縄9ね、はい、 OK、 を使い切りました、 OK、 あーでもかっこいい、ソロだったらさあれじゃない、やっぱこの武闘派で結構1対1の場面多いから強いんじゃないの、回復ね絶対強いでしょ、あ一緒の人いる、おおごめんなさい、ごめんなさい、喧嘩を打ってしまいました、あ鍵縄ね、はい鍵縄、はい鍵縄、 OK 行こう、行きましょう最近というかね、急に寒くなったね、うん、うん、寒くなりすぎたね、なんかいきなり今日とかもう現場と現場の間に1時間ぐらい空いてさ、うん、まあ、ちょっとなんかベンチ見つけたからもうベンチ座ってなんかスマホいじってようかなとか言ってたらさ、はいはい、くっそ寒くて、寒いでしょ、うん、もう一桁だもんね、そう、9度とか、もうね、あのね、昼すぎると、でもやっと、うん、あの冬服をね、あ着れるっていう、そう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 、冬服を結構前にね、もうね
秋ぐらいかな、秋始まりかけぐらいかなの時にね買ってたんですよ、うん、あで一向に寒くなんないから、確かにね、いつ寒くなってこれ着れるんですかってなってたところに、もう最近でも急激に攻めてきたから、はいはい、あのちょうどいいあったかさの上着、秋物ね、うん、秋物、そう、あの、うん、SS、うん、ちょい寒い、AW、AW、あのオータムウィンター、あー、はいはいはい、秋からあの冬にかけて着るやつの秋寄りのやつが寒すぎてもう着れないっていう悲しい状況に追い込まれました。せっかく買ったのに、どうやってどうやって装備するんですか。でも装備してるでしょ、この大砲。俺大砲、大砲タブで開いて、タブで開いていらない武器をこうか。そうそう、俺結構持ってんな、なんかでもやっぱ体験強いよね絶対、うん、体験か やりかこれだよね絶対。かっけかっけ、うわ、赤髪に赤、これ最強じゃん。武器スキンもね、2ヶ月前に取ったスキンが、いいよ、石刀やっぱね、刀は赤くしていかないとねそうかなそうだよ、刀は赤くしていかないと。確かにね、めちゃめちゃ万力の握力でいいよ。うわあ、かっこいい。ちょっと待って、特殊能力ちょっとやってみましょうか。あー F、 あー突進する、ね、あー、なんかこれでも、うん、あれだね、スタンとか狙えるのかな。確かに書いてないか、そこは書いてない、どこで書いてあるんだっけな。なんか見れたよね、見れたっけこの画面で。確か見れた気がする。うっそ、じゃあ今の画面じゃない、操作ガードじゃない、まあいっか、うん、多分これは敵の体勢を崩せるやつ、うん、剣振った後にできないの、やった後に。いや多分これ隙消せるんじゃない、あ無理だわ。あのまあ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 、コンボ的には繋げられるかもね、うん、オッケーっす、いきましょう。まだね56人、いや55人いるはず、やばいよ、そろそろ誰とも出会ってないまだね、まあ、てか俺今どこだ、ここか、まあ、じゃあここ行きますか、とりあえずね。まあ、でかい町に行けばね、いるでしょう。うい、うい。回復も取って。いいなぁ、なんか、自分のゲームキャラ、あるっていいなぁ。いや、あるでしょ。なんか、あなたいっぱいあるでしょ。いや、違うんすよ。やっぱ、これ自分がやってる、うん、ゲームとか、自分と相性のいいゲーム。はい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 。みたいな。そのもう一プレイヤーとして普通に楽しんでるゲームにやっぱ出たいよね。なるほどね。うん、まあ、その点では、うん、あの僕リーグオブレジェンド、はいはい、出てるね、あの出てたんで、うん、それはあの嬉しかったですけど、めちゃくちゃ喜んでたもん、ね、本当よ決まった時最近も、福袋いっとくか。あで武器バッグね、アイテムバッグでしょ、アイテムバッグ、ね、なんか人の人の気配するな、なんか音しない。え、いやそれはあのー、あショップのこの人か、その人で OK あそうね、モンハンもいいですね、モンハンも出てましたね、はいはい、あれ操作キャラ、ね、あそうなんだね、操作キャラじゃないんだよね、あれ百竜夜行の時に、うん、出てきて、そうだね、頑張ってみたいなね、よし行くぞみたいなね、青の来た、もうタチでしょ、タチやっぱタチでしょ、あれ体験手のひらが体験というよりタチでしょ、おかしいな、うん、よりレアリティの高いものに、うわこれはクエスト、あ絶対タチ強いじゃん、これタチ強かった記憶あるもん、ほらこれが強いのよ、あこれ、はいはいはい、その場で、それ、ね、これが当てやすい、敵の攻撃食らってもあ のけぞんないんだよね、確かに、いた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 、はいはいはい、おい、はい、これこれ貯めて、おい、はい、F、スキル使って、はい、おっとこう、ナイス、あ何、まずいまずい、同時押しでイエース、冷静、うまい、冷静すぎ、今の今のはさすがに冷静すぎ、冷静まで痛いね、はい、今のはさすがに冷静だね、大砲を使い分けていく、うまい、今これは冷静すぎ、修理いらないんじゃない、修理いっぱい持ってる、修理いらないね、これ修理の代わりに鎧回復、鎧回復、鍵縄も欲しい、そうだね、あ回復、普通の回復もちょっとちょっと持っ ちょっと持っときたいな、で、回復しておきましょうか、鎧を、待って、あ、いる、あ、やばい、やばいよ、やばいよ、やばいよ、
はいはいはい、ナイス。はい、おい、おい、はい、ナイス。はい、これさっきの、さっきの人かな。いや違うな。あ、でも鎧ちょっとスワップしとこう。鎧どうやってスワップする。こうか。鎧スワップないです。ないの。マジ。先に回復しとかないと。鎧回復、あ、いいね。鎧回復しといて、で、鎧回復台を回収。 OK、はい、もうこの場逃げよう。復讐される、復讐される、復讐される。まぜまぜまぜ。あ、そうか、そういえばそっか、このゲーム結構初めに死んだら、そう、復活できるの。復活できるから、多分復活して戻ってくるんじゃないかな。確かに、ソロモードってそれあるのかね。あるでしょ。あるのかな、やっぱり。俺はあると見た。なるほど。ちょっと待って、リフトコイン。お金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 。金は命より重い。あ、オッケー。あ、武器バッグ。いいね、オッケーオッケー。よし、行こう。みんなちょっと静かにね。集中して、周りの音聞いてこう。報告してよ。足音聞いたら教えて。コメント、ラグありすぎて絶対無理だけど。絶対無理。あー、台。台ね。回復台。持ってるね。あ、回復、回復でも1個。あ、1回回復しときたい。ちっちゃいのでね。これで、ちっちゃいので1回。お、いい声だね。回復するまでしばしお待ちよ。うん、回復す、あ。本人が。え、カイトいる。嘘。本人が。マジで。ちょ、知ってますよ。いやー、なんかやっぱカイトの声ってほんといいよな。あ、おかしいな。なんか他の追随を許さない安心感あるよな。うん、こんなになんかキャラが強そうに見えるってすごいことやで。しかしすごいことやで。じゃあカイト君コラボしようよ。せっかくあの今ね大変かもしれないですけど、ちょっとねやっぱ自由にね YouTube できるようにね、もしかしたらなるかもしれないからね。いや、ちょっと緊張するな。やっぱ本人が見てる中でちょっと取りたいよね。1位ね。何だっけ、1位取ったらこの、グローリー、グローリー、なんだっけ、グローリーオブなんとか、 GO なんとか、ね、そう、 GOY、 GOY か。倒していこう。お、なんかこの光の柱はなんだ、なのこれ。ぜ、あ、いいよこれ、絶対いいよ。でも周りが、お、お、出た、解放じゃなかったっけ。いや、鎧だろ。え、てか全部取れんじゃん。全部取れる。それはさっきのアタッチメントもね。これどうすればいい。これ一回これ捨てて、してオッケー。え、めちゃめちゃもういいんじゃない。もう来るよ、敵が。最高じゃん、ありがとう。はい、はい、さな、行こう。はい、さなら。オッケー。え、もう最強じゃん、無敵じゃないこれ。あれ、解放者拾った。解放者、解放者あった。火炎筒、あ、でもそっか、紫だった。うん、紫だったら行こう。いや、拾ってるんじゃない。いや、拾ってない。拾ってる。あ、拾ってる。だから、そうだ、こうだ、こうだ。武器ポーチに入ってる。え、もう俺最強になっちゃった。紫、これ勝てなきゃもうおかしいよ。おかしいよ、勝てなきゃこれおかしいよ。おかしいよって。火炎筒のこの感じ。あ、なるほど、オッケーオッケーオッケー。それそれ、かもしれない。あ、武器修理もね。武器修理、なんだっけ、 B とかじゃないのか。武器修理 B じゃない、え、 R じゃない、 R だ、リロード。オッケー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 。いた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 、うえぇ、あ、強っ。はいはいはい、おい、はい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 、起き攻め、きたー、オーケー。はい、すぐ回復。いいよいいよ。アサップできない。体験持ってる、体験持ってる。うわ、めっちゃ金持ってるこの人。いいね、これは使えますね。すぐにアーマー回復。すぐアーマー回復。もう一回回復。すぐ回復。全てが、はい、あー、この人でも鎧持ってない。え、めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃ持ってるこの人。めっちゃいいの持ってんの。ありがてえ。近接防御、近接防御入れていこう。オッケー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 。最強最強。撤収。あ、ちまち、鎧回復、鎧回復も。これでいいから。あ、ちってるしかない。はい、やばいやばいやばい。復讐される。あー、痛い。いるいるいる。こら。オッケー。おりゃ。いや、マジでこれ強い。タメ攻撃強いね、やっぱこのゲームね。はい、これマジ強い、タメ攻撃。すぐ回復。
数回復、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 あ、そっちじゃないです、鎧回復、あ、鎧持ってる、この人、だいぶこれです。オッケーオッケーオッケー、オッケーオッケー、最強最強、HP、HP、あ、いやでもいらない、いらない、もういらない、すぐいらない、やばい、俺多分これ付け狙われてるな、付け狙われてる、すげえぞ、あ、いるいるいる、かけらの音が、うえ、いやマジで強い、本当に強い、本当にありがとうって感じ、はいはいはい、よっしゃー、武器の修理、すぐに武器の修理ね、すぐに R、R、R、武器の修理、タチ、タチ、はい、持ってる持ってる、リフトコイン、めちゃ、もっちゃ、もっちゃ、もっちゃ持ってる、もっちゃ持ってる、持ってる、もっちゃ持ってる、鎧回復を、で、鍵縄そんないらないんじゃない、いや、鍵縄ね、大事よ、大事、いや、鍵縄そんないらないから、オッケーオッケーオッケー、鎧回復、オッケーオッケー、鎧回復、オッケー、よし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 、崩し剣、あー、これはむずいな、よし、はいでし、はいでし、でし、でし、オッケーオッケーオッケー、欲しいアイテムをね、あらかじめ決めておいて、なかったら、すぐ移動し、怖いから、いいよ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 、怖い、今、いいならかできてるよ、いいならかできてるね、ちょっと待って、もうちょっと隠密に行こう、今までちょっと、派手に動く、派手に行っちゃってるから、ね、草むらの中じゃ隠れ、草むらが木の上、まあ、派手に行きたいところですけどね、確かに、髪の色もね、派手だし、あ、いいね、地味、はい、ちょっと待って、あと何人、あと18人か、18、いやー、なるほど、ちょっとここ行きたい、商人、商人行きたい、金いっぱいあるしね、うん、拡張パック系をね、いっぱい買いましょう、アイテムバッグとかそんな影な使っていいのいいでしょう、バレないようにね、拡張、多ければ多いほど良い、武器拡張か、微妙だな、あ、これでも欲しい、いいね、アイテムバック上限、武器拡張、もう一個改良、魂玉の拡張、勝利に一歩近づきましたよ、あ、本当に、それで条件、それで多い、こうしとこう、うん、完璧、もう無駄、OK、 え、最強じゃない、え、今の何、え、見て、すごっ、回避するとインビジブル状態になるらしい強っ、強くない、ぶっちゃけありえないぶっちゃけありえないぶっちゃけありえない、いいね、これマックスハートだねマックスハート、マックスハートだね、これいいね、ちょ、まださ、でもさ、うん、あ、でもあれなんだよね、あっち上になったね、じゃあ こっち回りに行きますか、まだぶっちゃけさ、うんうん、ちょっと究極技出してないから、あ、確かにね、 V の技ね、ちょっとどんぐらいの変身具合なのかっていうのはちょっと分かんないよな、あと18人、怖、この橋結構猛者ばっかだな、うわ、なんかなんか雷の影響か、画面がちょっと網かけになるな、嘘、いやでもこれインビジブル状態強いわ、いい、ね、お、金の多ければ多いほど良い、ちょっと金のね、まあ一応取っとこう、一応ね、でも結局漁夫だよね、この終わりなき大厄災が来るだろう、なんだ、終わりなき大厄災が来るって、あ、また金のとかあるよ、嘘、ほら、あれ270、引くしかない、あ、でも取られてるっぽいね、なんか、あー、っぽいな、あー、取られてるね、すぐ逃げ、怖い、すぐ逃げ、これ待って、シフト誤解押したらピーってなんないよね、いや、わかんないポイってなるかもしんない、この試合終わったら試さない、普通に満ちた顔で震えおののけ、ぶっちゃけ、こっから戦いに行くっていうのは、うん、もう物資揃いまくってるから、そうだね、あんまね、得策では、来たね、行くしかないっしょ、あ、なに、あ、V を使うしかない、これ V を使うしかない、完全武装すれば、うわー、来た、うわー、はい、俺を殺したな、うわー、なに、お前もか、お前もか、なに、いや、だがしかし、あ、お前もか、こんなことがあっていいのか、こんなことがあっていいのか、この状態で、多分使える F も、こんなことがあっていいのか、まず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 、あ、別の人いる、別の人、別の人に、ね、狙われてる、隠れろ、いいよ、おお、いいよ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 、これで、オッケー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 、ナイスナイスナイス、さあ回復しよう、待て待て待て、
危ない。危ねえ。危ねえ。危ねえ。よかった。他の人いてよかったね。これは使えますね。危なかったね、今のは。ぶっちゃけ変身そんな強くなかったな。確かに。でもなんかめちゃくちゃ体力多分増えてたね。やってるやってる。行くか。これ火炎放射でこんにちはするか。いや、武器あるでしょ。あの普通の銃。あ。うえぇ、強すぎー。危ない。はい、まずい、逃げよう、はい、すぐにあいつ、すぐにあいつ。いるね。おらおら、よし、オッケー。慎重に、まずは治療をしてください。いいよ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 、 いいよ。あと6人、油断せずに行こう。あと5人だよ。オッケー、手塚イズムで行こう。痛い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 。あ、やり合ってるやり合ってる、ね、ちょっと待って、あれあれのちょっと魚振ります。火炎放射でこんにちはする。鎧まだ。あ、オッケーオッケーオッケー。より回復して、もっと備えた方が良いかと。1人がどっちか。あ、使ったね、技使ったね、聞こえた。あ、終わってる。あ、痛い痛い、こっち来て。オッケー、ありがとう。魚風が美味しい。ごめんねごめんね。でもこれが現実、これがリアル。あと2人だよ。オッケーオッケーオッケー。迅速に対応しなくては。あと2人か。やり合っててくれてだったらな。一番やり合っててやり合っててくれてだったらな。一番けどね、やり合っててくれてやり合っててくれてたらな。一番けどね。ちょっとな、ウルトないからな。まだ 66%。 ちょっと他の死体漁りたいな。いや、もう なんか必要なのもある。あ、めちゃくちゃ鎧回復持ってる。暗闇は満ちた。5ね。鎧回復5ね。待って。武器修理1個しかなくない？あ、ほんとだ。危ない危ない。あ、いいね。まあ、2個あれば大丈夫でしょ。いや、これいらない。このちっちゃいのいらない。もう2人しかいないからさ。別に。OK。そんななくても。次どこだ？だいぶ近いね、もう。え、ここ？私の指示に従って前進。すべてが破壊されるのをとくと見よ。行くか。いや、ちょっとでもウルト回復するまで待ちたいな。82%。うん、ちょっとガチリたい。このキワキワから攻める、もう来てるよ。あ、もう来てるね。そう。この収縮と同じタイミングで、うん、ゆっくりゆっくり。そうだね、収縮と同じタイミングで見つからないように行くか。うん。なんだ、あ、クエストか。眠るように、舐めるように。あと 10% あと 10% これさえ回復していればだいぶ違うはず。だいぶ違うはずだね。相当違うはず。周りを舐めるように。いいよ、今日もこれで勝って終わろう。早っ早石川海斗最強伝説作って終わろう。終わろう。舐めるように。他の人も多分舐めるように回る。よし、97%。 OK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 。 これって体力でもさ、ウルトの状態の時のやつあれだよね。今引き継いじゃうけど、引き継いじゃうね。 OK、 100% になった。根源の力はみなぎった。根源の力はみなぎったと。他の人もこんな感じで周り見てるんだろうな。木の上とか、木の上とかね、気をつけてね。木の上了解。木の上が一番ね、見逃すから。いや、あ、ここいた形跡あるね。いた形跡ある。あ、いた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 。やり合ってるやり合ってる。やり合ってるね。ここにウルトでこんにちはじゃない？確かに。いいよいいよ。いいよ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 。いけ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 。よしよしよし、巨大化した巨大化した。オッケー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 。お。まだ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 いける。まだまだまだ舐めるように。ここだー。あ、でもどっちかがダウンしたらな。うわーうわらーうわーうわらーいいぞ。うわーうわらーやばいやばいやばい。もう一人、もう一人どこ。もう一人がダウンしてからのが良かったかもしれない。逃げたぞー。どこだー。めちゃくちゃ影縄で逃げてるね。上の方だと思う。また俺も逃げよう。あ、すごく暗闇は満ちた。慎重に、
まずは治療してください。くそ、今良かったんだけどな。ちょっとダウンするまで、うん、待っとけば、待てばよかったけど、僕の正義感が、正義感が、僕の正義感が、姑息なことをするなという正義感がちょっと働いてしまいましたね。俺だったら待ってたな。初日だったら待ってた、待ってたね。あそこの上取りてー。あ、でもなんか、あ、やってるやってる。火炎放射じゃなくて、あの大砲、大砲にすれば、すべてが破壊されるのをとくと見よ。火炎放射がいい、俺は。何これ、何これ、あ、どっか飛ぶ、ああ乗ってるっぽい。か、あ、鍵縄の数大丈夫、あと6個、6個、オッケー、ね、これ伸縮してるよね、もうちょい、あー、やってるやってる、正義感が、正義感が、捨てろ正義感を、正義感俺は捨てる、捨てろ、待って待って、一人が、一人がダウンするまで待ってた。いや、火炎放射でこんにちはします。火炎放射でこんにちは、火炎放射でこんにちは、今日はいい夜ですね。火炎放射でこんにちは、待て待て、よっしゃー、来たー、やったー、来たー、イエーイ、火炎放射で、うわー、俺の正義感が勝ったな。やったぜ、すげー、取ったねー、火炎放射でこんにちは、強かったな。一発目、いや今回武器に恵まれた ね、 ね、紫武器2つと、やったぜやったぜ、きた、まさか1回目で取れるとは、ね、まさか1回目で取れるとはね、うん、しかもまあ最後は姑息だったにしろ、うん、道中はですよ、道中確かに、ね、道中はちゃんと果敢に挑んでたから、うん、確かにね、これはもう、うん、ねえ、もうこれはもう完璧でしょ、約束された勝利でしょ、うん、やば、え、いや面白かったですね。俺もしかして強いんじゃない、もう強いんじゃない、俺めっちゃ強いんじゃない、もしかして、もしかして、うん、強い、強いんじゃない、これはでもやっぱり、あ、カイトくん、カイトくんがね、確かに、カイトくんが味方したね、確かに、見ててくれたしね、やる気入ったね、そう、見ててくれたからやっぱり負けるわけにはいかないんだっていう、確かに、うん、そこの正義感も出ちゃったね、確かに、正義感、声優としての正義感と、うん、ゲーマーとしての正義感と、なるほど、あの友達としての正義感何、友達としての正義感、うん、そういういろいろな正義感出ちゃった、ね、なるほどね、うわぁ、出たなぁ、うわぁ、ちょっと心臓バクバクした、いや、やっぱタチ強いわ、タチと火炎放射だな、火炎放射強いよね、やっぱり、うん、ただこのキャラ、うん、そこまであれが強くないかも、ヒギね、うん、ね、うん、V ね、でもあのね、F が強い、あ、年？そう、あれいいかも、あれだってのけぞんないもんね、うん、多分ベシ、あれ強いですね、うん、だからまあなんだっけ、この展開、うん、展開も変身するよね、展開とちょっとあれかも、差別化できてるかも、そうだね、こっちの変身マジ強いからな、うん、うん、こっちはでも純粋にでっかくなって、うん、範囲と攻撃力が上がるみたいな感じ、うん、こっち掴めるから、ね、そうね、うん、パーティー向けだよね、確かに、そっちは掴んで一人掴めるから、よし、いいか、え、いいかって何、カイトくんはどっか行っちゃう、もう見てないっぽいね、悲しい、撮ったのに、撮ったのにな、撮ったとこ見たかな、見たか見てくれたかな、いや、ありがとうございました、はい、ということで奈良か、はい、あれあれおかしいな、ちょいちょい、あれまだ今何分、ちょいちょい、30分か、30分、俺30分で撮っちゃった、うん、じゃあ2連活するか、2連活します、まあ、ちょっとあの興奮を落ち着かせるために、あ、ちょっとね、最近の話をちょっと、はいはいはい、しましょうかね、最近の話、あのもうあれですよ、ちょうどちょうどもう今鬼滅のさ、あー、そう、無限列車編が終わりまして、うん、来週からいよいよ遊楽園、遊楽園、あ、遊楽園いや、これはもうすごいよ、すごい、うん、すごいですか、初回あの1時間、あ、まあ、スペシャル、まあ、スペシャルというか1時間ぐらいあるんで、うん、楽しみだね、楽しみっすか、うん、僕あのやっぱ宇髄さんめっちゃ好きなんで、はいはいはい、柱の中でやっぱ宇髄さん多分一番好きなんで、またまた、いや本当にね、当に好きなのよ、これがね、やっぱり早く見たいですね、12月の、うん、12月5日かな、5日最速は、何曜日だ、
5日日曜日じゃないか、そうね、12月5日日曜日じゃないですか、フジテレビ系は。地域によってね、うん、で配信とかは多分6日とかじゃない、アベマとかさ、アベマとかいろんなね、まあそこはちょっとねホームページでね載ってる、お調べいただければと思いますけど、いやもうね、まあ1話もう僕あの見せてもらってるんですけど、もう体感あ1時間のやつ、うん、体感2分、うん、体感2分2分、ああ体感2分です、ね、そんなっすか、はい、やばいっす、なんでこれちょっとね、まあ、あんまりねこう、うん、詳しくは言えないでね、うんうんうん、ぜひ見ていただければとね、うん、思います。いやじゃもう一回やるかまあまあやりつつね、序盤は結構アイテムをね、そうそう集めるところだからね、うん、なかなかね、お話をして行きつつ、行きつつ、うん、やりたいですね。確かに。シスターズにパパって呼ばれましたか？ああ、これがね、なかなか、まあ呼んでくれるようにはなったのよ。パパって言うと。誰？つって。うん、誰？つって、うん。パパって言うようになったんだけど、翔一が言ってもパパって言うから。そう。そう違うよつって。翔一つって。そう。すり込んで。そう。なかなかね。その僕がパパだっていう花江イコールパパとはなってない、ね、とはまだちょっとね、うん、なってないですよね。 そこちょっとね、うん、どう教えていくか、まあお互いこう呼び合ったりとかね、うん、名前とかでねこう言ってたら多分自然と覚えると思いますけどね。そう俺はきっとよ、うん、呼び捨てにされるんだろうなシャイチェ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 イなるんだろうなって、うん、先生は必死にティーチャーって教えようとしてる。ティーチャー、ティーチャー、ティーチャー、ティーチャーって。違うよって、小一だよって。なんかね、あのね、前まではママって言ってたんだけど、今度はね、ママって言わなくなったの。ママが悲しむやつ。で、パパとしか言わなくなって、だからなんかね、ブームがあるんだろうね。パパママブーム。そう、パパママブームというか、そのなんか自分たちの中でジェスチャーとか、うん、そういう、うん、なんかその発音だったりとか、はいはいはい、そういうブームがあるんだろう、ね、確かにね。今はあのベロを突き出してツバ飛んじゃうそれやだよっつってそうツバ飛ばすのやだよでもやだよって言うと、うん、リアクションしてくれたって思ってずっとやるんだよね、うん、ダメだよって言うとこれね可愛いんですけどね、うん、マッチしなくなっちゃった全然マッチしなくなっちゃったでしょ。2分もう1回キャンセル入れてみるか。もしかしてさっきのあさっきのでちょっと俺のレベルが11になったから。本当かこいつっつって、うん、そんなダメージ叩き出す10レベがいるんですかっていうのでシステムが疑い始めてる疑われてる可能性あるな。システムうわなんだこれ。あ、これに入ってんだ。あ、なんかあるよ。え、これ監督の秘蔵を解放する。え、解放していいの？いいんじゃないですか。お金かかるじゃん。ああ、なるほど。ああ、そういう感じだ。そういうパックね。あれだね。なんとかパス。はいはいはい。うん、え、行こうよ。あ、やべ、マッチした。なんだって。買いたかったのにな。行くか。OK。陛下のためなら。たとえ火の中水の中これでいきましょう。だけやろ、そこ変えれるんだよね。ここね変えれるけど多分まだ持ってないね。でも左クリックをしてみてよ。そこは変えれるよね。ほらロックかかってる。あ本当だ。へー、これがためは左。あーあ、F、なるほど。 F も使えるのか。使えるんだね。右クリック左クリック F、うん、OK です。いきましょう。覚えた覚えた。俺覚えた。でもう最初から敵いそうなとこ行くか。でもそこ、あ、でも街中じゃないの。他プレイヤーいやちょっと怖いな。最初やっぱ農民プレイで行こうよし行くぞ。2連勝目指して頑張ってください。私は見てるだけよ。たとえ火の中水の中ポケモンみたいなことを言うやんだって俺どっちかというとチキチキマシンモーレースのつもりで言ったけど。チキチキ
マシン知らない知らないんだけど嘘、うん、チキチキマシンチキチキマシンモーレースたとえ火の中水の中それゆけそれ抜けモーレース知らない嘘マジで知らない嘘まあ確かにポケモンもそうだよねポケモンもうそうだね頭だもんね、うん、そんなのもある行くかすごいぜ、うんうん、さあ迷いましたまずは物資を集めていきたいんで、はい、まったりとちょっとまったりとね、うん、行きたいですねまあいいんですよ最初のうちは太刀さえ拾えれば太刀さえそうあとあわよくばまあ紫の、うん、鎧とか紫の鎧とか何でもいいですけどねまあ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 いいんですけどね何でもねあまあもう大砲で十分でしょう十分なんですけどね多くぐらいになってくると10発しか撃てないですかね多分そのあのさあれなんだよなえあ近距離武器はうん、弾けるんですけどガードかそうだ、ねあれをちょっと極めていきたいよね、まあ、同乗しでねそう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 でもそのため攻撃は弾けないから確かにああなるほどこれねそう右そうあの右繰り越しっぱなしでそうそれそれ弾けないはず、ね、で同乗するとこれが弾くんだ弾く弾いたらもう左クリックの多分コンボがOKOKOK いいよあー太刀来ましたはいもう勝ったわ勝ったわ勝った太刀を拾った俺は無敵、うん、行くぞもう狩りに行きたいもん早っもう狩りに行きたいもん行こう早いでもここまにはまだいないんじゃないですか、ね、あでも鎧欲しいな鎧さすがにさすがにね白白でもいいから鍵縄もないし、うん、ちょっと待ってねマップ見ていただいてね建物がどこにあるかなかけ縄もないしいいよいいよここ登れんのかけ縄なしでここも登れますパルクール建物がない建物ないね建物まじないね農民暮らしは田舎からのスタートですあーでもいいねこういうとこ行きたいね花がいっぱいあるあなんかいそうな感じする嘘匂ってきた花の香りに誘われてこれクエストですね行くかこっちかなんかいそういそうここの集落いそうそこはもうだって金色のとこだもん、ね、レアアイテムがあると言われてるマップですから、ね、ここね、うん、鍵の来た鍵の来たあとはあ鎧もね鎧来た白鎧だけどあわよくば火炎図まあでもやっぱこれにしょっぱいなあ漁られた後なのかな白アイテムしかないねもう白アイテムはもう拾わなくていいんじゃないそうね、うん、あっ漁られてませんよおっと金色金色勝利に一歩しか弓か弓か選ぶぞあ青い鎧もねあるんで拾ってもらって弓いっちゃうかちょっと待って弓試し打ちあーうわ難しいどんぐらいの精度があるんだこれあいる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 音的にバレなさそううわむずっむずっもう隠れちゃってるなバレたね多分今のでこれもしかして近距離武器じゃないでも2段階貯めないといけないんだよ全てが破壊されるのを弓で行くか上の方からねあバレてないそれたね当たんね当たんねバレたね多分バレたね、うん、これ完全いやバレてない煽られてますよ全然当たんない指捨てるわもう何が金指だってもう何なんだあれあやってるやってる嘘準備は戦いの結果をやってるとこをねじゃ 上から行きましょうあ限らないやっぱ届かないねパーティープレイ用だろうな、なんか。おっ、いいよ。キャスも食らう。あ、かけ縄で食われてます。あ、ちょっと待ってくれ。
武器を変えたいんだ。弓じゃない、俺は弓じゃない、俺は弓じゃない、今俺は今弓じゃない、夜弓じゃないタッチなんだよなんでだよおい怖っ、なんで変えさせてくんないんだ。これホイールじゃないの。お前はでも復活できるんでね。嘘、復活できる、無理だよ。あれもう無理っぽい。それは無理なんだ。あーだね、悲しすぎるんだけど。え、いや、よろけてるから多分その間は武器変えれないんじゃないのかな。ええいや、そんなことある、そんなことある、え、そんなことあるんすよ。いやマジ弓トラップじゃん。二度と使わないと。あいつが置いたのかもしんないぞ二度と使わない、可能性あるね。心に使ったのであった。かー悲しい弓持ち替えたかったな。太刀にしてれば勝ったのにな。確かに太刀にしてれば勝ったね。弓じゃなかったのにな。やっぱこのカイト君、これ弓キャラの声じゃないもんね、うん、弓キャラの声じゃないもん。キャラによってもキャラ適性ある、もしかしてあるわ、隠れパラメータある。だって弓の使い方下手すぎたもん弓似合わないよね怒られるこのキャラだってこんなにマッチョなんだよ。確かにね、こんなにマッチョな、うん、まあそういう弓使いもいるかもしんないけど、なんかもっと僕の中のやっぱ弓使いって、うん、やっぱそのエルフだとか、確かにね、そういうシュッとした感じの人が使ってるイメージ、ね、のイメージですよね、うん、しゃ あ次気を取り直していこう。もうね、弓なんか拾わない。弓は絶対拾わない。なんか金色だとしても拾わない。拾わない。えぐかったなぁ、あの絶望感やばいね弓の詰められた時の対応のできなさやばい鍵棚でピッてピッて詰められた時のなかなか、ね、よし、次次気を取り直してね。はいはい、やっぱでもこれソロモードはあの一回 やられたら復活できないんだね。できないっぽいね、うん、それはじゃあ安心してただやっぱその音とかを聞きつけてやってくるけどね、うん、仇を取りに来ることはない。そうそうそう。お、早速アイテムある。あ、アイテム、またのまた農民スタートだ。トゥッ、あ、トゥッ、大砲、トゥッ、大砲いいよね、大砲当てやすいわ。まだ剣、あ、剣、剣、槍かな。あ、太刀拾ってるわ。あ、しかも青太刀じゃん。これでいこう、もう戦いいけるわ、うん、まだ鎧がさっきと同じこと言ってる。まだ鎧ないっす。来た、鎧、鎧白だな。でもはい、いいですよ、はいはい、探検ね、探検はちょっと違う、違うな、違う、合ってない、魅力を感じない、うん、俺に合ってない、このキャラに合わない、このキャラにもやっぱムキムキ、僕にも合ってないですね。なるほどね。お、体験ですよ。体験ね、うん、ムキムキマッチマンには体験は確かに合ってる体験は確かに合ってるじゃないですかね、やっぱね。ちょっとなんかもうちょっといい感じの青鎧が欲しいね。欲しいな。そしたらもう戦いに行ける。今もいけるけどね、まあ、今もいけるけどね、万全を。あの鍵の、あ、5本いいですね。来ますか。じゃあ町に繰り出すか。あ、でもショップがあるけどお金600しかないのかな。やっぱ立ち、あー、いいのありましたよ。いや、そこショップ、その奥を、その奥、あ、ほんとだ、金ボックス、ここで全て揃える。金色よ、来い。まあまあ弓弓呪われてる弓絶対使うか、弓なんか。お、あった、青鎧、勝ったな、勝った勝った。もう町に繰り出そうぜ。行くか、うん、紫鎧奪いに行くか。そう、マップ開いて、なんかは流行ってそんな金色の町、あ、ここ行くか、落葉寺、落葉寺行くぞ。うっ、おと勝利に一歩近づきましたよ。いいよ、これで行こう。アイテムバッグもう拡張しちゃう、はい、修理、ここにも鍵縄拾って、これ2階もちょっと見ていきますか。はい、はい、よし、こんなとこかな、うん、こんなとこかな、
こんなとこかな。よし、行きます。そっち、じゃあそっちか。結構遠いな。体験よりでも立ちで戦いたいな。暗闇は満ちた。いやでも、うん、不意打ちするなら体験でもいい気がする。確かにね。あ、なるほどね、はい、いる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 。不意をついて攻撃せよ。はい、おい、バッタックルして。はいはいはい、ありがとうございます。こいつ白鎧だったっぽいな。あ、でも大砲持ってるね。大砲ね。アウト交換しとくか。すべてが破壊されるのを解くと見よ。よし、紫が欲しいんだ。オイラは、オイラ、オイラはボイラ。あ、オイラは、オイラボイラ。カチ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 カはいはいはい、息子の凄さを知らしめる。はい、ちょっと待って、ここはいよ。はい、はい、はい、勝てる。はい、ウルト使わず。はい、ナイス。ウルト使わずとも勝てる。回収、これは使えますね。鎧は鎧、あ、いる。どこだどこだ。はい、いたな。バレてるぞ。はい、はい、はい、F も組み合わせて置き攻め。あ、あ、怒った。あ、怒ったよ。あ、怒ったよ。はい、怒ったよ。はい、僕怒ったよ。はい、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 まず一人、はい、二人目行く。ほらほらほら、ほら、まだいる、まだいる、まだいるね。人気者だね。人気者だな。はい、あっち行こう、あっち行こう。ちょっと2人で協力してあっち行こう。あっち行かない？あの木の裏、これこれ挟まってる。オッケー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 。はい、はい、あ、切れました。逃げた方がいいです。逃げまーす。逃げまーす。はい、さよなら。さよなら。仲良くやっててください。はい、さよなら。やってるね。お、え、お、行こうか。あれ行こうか。あれ、あれ行こうか。ちょっと待って、回復してから行こうか。帝国軍に足りぬものはまさにこれです。武器も修理した方がね。回復してから決着ついたら行こうか。あれ、俺の正義感が、正義感どこ行った？逃がさない。空中で捕まえて。はい、はい、F をして。 F 使いやすいな。はい、弾いて、弾いてドン、弾いてドン。ナイス。あれ、まだいる？いや、オッケー、さっきの人はやられたね。オッケー、やられてる。帝国軍に足りぬものはまさにこれです。修理ボックスの代わりに鎧の大回復を回収。慎重に、まずは治療をしてください。 OK、 青の OK、 遠隔防御、遠隔防御ね。 OK、 鍵縄うまいんじゃない？もしかしてうまい、結構うまい気がしてきた。奈良川、奈良川ですか？もしかして奈良川かも。やべえ、来てる来てる来てる。あの人の星、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 リフトコイン、タチタチ。紫ないんかーい。回復多めの方が、あ、でもロックあんのか。じゃあ大丈夫、大丈夫。 OK、 大丈夫。 OK、 行こう。変身強いかも。あれ、おかしいな。いや、今まで変身に変身当てられてたから。確かにね。そんなって思ってたけど、変身強いわ。変身ない相手に対してはね。まずは治療してください。急げ、急げ、急げ、急げ。オッケー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 。やばい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 。うわぁ、あそこの上怖。まあまあ、いないでしょ、もらって。いるから。私の指示に従って前進。迅速に対応しなくては。実習まだいいんじゃないですか。シェリア45あるし。はい、よし、ふぅふぅふぅ。危なかったぜ。ふぅ、危なかった。危機は回避した。やっぱ弓持たなきゃこうなんだよ。弓さえ持たなきゃ。弓に一体どんな恨みが。弓またあった。怖い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 。二度と触らない。 弓トラウマ。雷光、雷降ってくる。怖いですね。あ、なんか今前いたな。いた？やってんのかな。気のせいかも。
気のせいっぽい。よし、で武器をね修理してもらう。迅速に対応しなくて。鎧欲しいな、紫の。いや、てか買いに行こう。確かに。お、神秘商人これだろ絶対。ここにあるよ。ある、紫鎧。これでなきゃ見逃しちゃうね。1分40秒もあればいけるでしょう。お、滑れるの。いいよ、いいよ、いいよ、早い、いいよ。お、無料の狩るやつやん。いいよ。あ、開けられてない。お、開けられてない。ナイス。ナスケあるか。やったー。あー、開放者、開放者、開放者で、こんにちは。やったー。ちょ、待って待って、ちょ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 、発射。一回捨てて、捨てて、発射。弓はいらない。弓はちょっとごめんなさい。はい、弓使ってる人ごめんなさい。でも弓はちょっと今回は今回は遠慮しておきます。太刀じゃなくて火炎放射ね。火炎放射でこんにちは。火炎放射でこんにちは。オッケー。もう、え、もうこれ勝利の方程式導いたんじゃない。確かに。じゃあね、ちょっと減ってるよ。オッケー。そのちょっとが命取りになるかもしれないから、うん、ある。闇は根源の力はみなぎった。あとは、あとあとはちょっと待って、あと24秒か。ここだな。ここで4900もあるし、マガ玉欲しい。マガ玉か拡張か、うん、アイテム拡張か、マガ玉拡張か。あんまね、鍵縄で移動するとね、うん、音でバレちゃうから。確かに。鍵縄って言ったり、全てが破壊されるのをとくと見よ。変な音したね、今ね。なんか左ね、したね、あっちからなんか鍵の音したね。でも気にしない。今ウルトもあるし。確かに。いいならかできてるよ。いいならかできてるね。カチカチカチ。いや、今のはその、この人、この人ね、商品です。どうしよう、アイテムバッグ拡張。いや、もう、あ、もう上限か。じゃあその魂バッグ一応買って、これ拡張して、して2000あるから1個開けて、勝利に一歩近づきました。あ、いい、 HP3 いいよ。HP3 いいね、うん、OK。 だいぶ HP 回復したね、うん、いや、今のもあの商人っす。チャリン、チャリンと。わかりづれ。戦い生きて、いないのか。まあでも来てるんで、あれがあんち来てるんでね。いないのか、俺の他に飢えた獣は。いや、血を欲したウルフはいないのか。真ん中に行けばね、いるよ。いや、なんか先行っとく、うん、ちょ、真ん中。うわ、なんか障害物ないね。鉱山エリア。うわ、これ俺の正義感が行くなって言ってるわ。嘘、なんで、うん、なんで、なんで自分の正義感を信じないとさ。確かにね。それでさっき1位になってるから。そう、直感も大事。感と正義感と、正義感的に弓は持ったらほうがいいの。うん。悪だって言ってる。俺の正義感が。怒られるぞ。俺のだよ。俺の個人的な正義感が悪だって言ってる。なるほどね。弓は。弓だけは。弓だけはちょっとやめとけって言ってる。なるほどね。お、金のあるよ。あるね。他の金武器欲しいね。多ければ多いほど良い。あ、紫か。探検も使うなって。あんまりおすすめしてない。探検はなんかあんま前使った時そんなにハマらなかった気がするな。うん、なるほどね。このキャラその F でさ、うん、やっぱこのタックルできるから、はいはい、それでそのひるませた後に体験で大ダメージ出せるから、でかい攻撃はね、これ強い。なるほどね。気がする。確かに。来てますよ。マリオ。赤目立つな。ちょっと赤にしなきゃよかったか。いや、さっきあの赤いさ花畑あったじゃん。あそこだった。あそこ用か。あそこ用だよね、やっぱり。やばいな。結構遠いね。あと20人か。結構いるな。
や、ここ次のエリア移動で絶対すれ違うだろうな。さすがにね、20人、18人もいたら。ここはもう装備揃ってるから僕は行きませんよ、うん、俺慎重に行きます。やっぱりみんなに見せたいから。ああ、1位を、うん、1位を。確かに2連続1位を。そんなに回復いらなくない？ HP の方6個あるよ。いるいるいるって言ってる。いるって言ってる、正義感が。なるほどね。じゃあ残しておきましょう。ここ怖えな。あの塔と登りたいな。あそこに一番上、あそこね。周りを舐めるよ。見られてそう。こんな何もない平原。鍵ならは使わない、なるべく。なるべくね、節約。音でバレるからね。あと18個あるか。でもあ、あ、あ、おい、なんだなんだ。あ、これ以上登れない。いや、登れるんだよ。あ、登れる登れる。終わりなき大躍進が来るだろう。オッケーオッケー、誰もいない。よし、ここで周りを見渡して。見えるのか、こんな遠いの。俺の方が目立つな、これいないね、なんかいないね、うん、あ、でもやり合ってる跡はある。あそこほら、死体。あ、ほんとだ、あるね。じゃあもう中心部に進んでってんのかな。みんなね、行ってるかもしんない。一応後ろも普通に満ちた顔で震えおののけ。いないな。いないですね。なんか避けられてるかも強すぎて、うん、結構まあ目的地まで更新。うわ、いや、でもいらないし、アイテム。いらないけど行きたいね。確かにね。もしかしたら金色の体験とかがあるかもしれないから、足しとかが。このゲーム金ってあんの？それ拾ったじゃん。俺拾った金。あれ、記憶が金色の弓拾ったじゃん。え？弓に金色なんてある？弓に金色。嘘。記憶が改ざんされて。そんなことが。記憶が変え、もしかしてこれ、え、迫ってるね。迫ってますよ。いいよ、範囲とともに行こう。ギリギリまでとか言ってる間に残り12人ですね。素晴らしい、うん、あそこに向かってそうだ、ピン目的地まで更新。あ、でも近いな。近い、ね、いや、ここ油あっけなんて言おうとしたの今。あぶられて出てきそうだよね、ギリギリで。そうだね。さすがにそんな正義感のやついないか俺ぐらいしかいるんだけど。いるね。どうしよう。いや、まあまあまあ待ちましょう。あ、やってるやってるやってる。火炎放射で購入者しよういつもの戦法。はい、もうちょいだな、まあ、2人で残ってるのはちょっとね。あ、バレたかも。火炎放射でこんにちは。どうもーどうもー。オッケー、止まってる、来ましたよ。あ、あ、これ違うかもしんない。これ違うかも。帝国軍に足りぬものはまさにこれです、はい、暴れてるね、1年体験でこんにちは。あれ、どこだ、後ろじゃない。あ、惜しい。はい、はい、はい、青鎧ですね、はい、青鎧ですね、はい、はい、うまい、はい、バリー、オーケー、すぐ鎧回復、そう、すぐ鎧回復、鎧回復、そしてその間に、あ、うまい、うわ、5連銃持ってる、はい、鎧回復、鍵が持って、オーケー、オーケー、オーケー、さあ行きましょう、もっと備えた方が良いか、あと何、3人だ、オーケー、オーケー、オーケー、めちゃくちゃ減ってるね、いいよ、今みたいな戦いがあったんだろうね。まだウルトあるよ。確かに。しかも、あ、この人金持ってる。お、何持ってるんだ。めっちゃ金持ってる。あれ、なんだ。あー、あー、高速修理。修理か。いらないかな今は。他の紫のさ、玉は満ちた。迅速に対応しなくては。他の紫の。あった。玉いっぱい持ってる。歯を持ってるから全部。ほら、めちゃくちゃ。あ、本当だ。なんかスキル、ね。いや、でも違うな。やり特化してるね。やり特化だねこの人ね。探検とやり特化だ。ちょっと違う、ね。オッケー。
条件増えるとか。やっぱ解放者マジ強いよなあれ、ね、なんか。あ、いた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 、嘘、いたいた、奥、ちょっと待って、あの奥にいたよ、ほらほら見て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 、あの建物のね、全てが破壊されるのを解くと、あれなんかやり合ってる、まだ見つけてないか。でもね、いやちょっとまだやらなくいいんじゃないですか、二人だし、さすがにね。 あと来ますよ、もうあっち、うん、マジ、うん、あっち来てます。次のあっち、あそこね。私の指示に従って、前にいんのか、めんどくさいね。ちょっとちょ、バレないように行こう。確かに残り2人の位置全部把握したらちょっと自由に動けるけど。そうだね、1人だとまだね、しまんとここそこそ行った方がいいね、正義感的にもね。うん、やっぱこれ正義感には逆らえないよな、正義感にだけは逆らえないんだよね。この柱のちょうど右、ほら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 、来た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 、バレたか、バレたない、あれやり合ってる、やり合ってない、やり合ってないね、うん、まだ。あー、さっきのとでも違う人っぽいな。嘘、ってことは、うん、こっちから回り込んでして、うわ、紫の弾あったね、今。近接防御、あ、近接防御か。それに、2個、あ、痛い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 。でも、そんな痛くない、多分。ちょっと、ギリギリまで。あ、ちょっと痛いね。さっと、あ、でも、先に捨てて。まずまず。危ないよ。さ、痛い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 、この程度の傷。痛い、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 痛い。あ、危なかった。もう一回回復して。いいですね、これで近接がだいぶガチガチになった、okay、最後にね、物を言うのはね、あ、いる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 、あの、いるいるいる、いる、この岩のちょうどこの木と岩の間ぐらい。本当に生きてえな、なんか一人倒してかっこよく勝ちたいな正義感が うずうずしてる。あ、あれバレた、いやバレてない、うずうずしてる、ね、多分あいつこの人も上で多分周り見ようとしてるのかな。なるほど、うん、次そこか。目的地まで更新、暗闇は未知と。あと30秒でアンチ切ります。え、バレてます、これ来たか。いや、バレてない、バレてないね、うん、てかあいつも倒すか。いやでも、あ、やってる、嘘、やってる、ほら、あとやってる、あと30秒。これは解放者でコンニーちゃんの準備して、解放者コンニーちゃんの準備します。おお、なんかやってるね、なんかやってるね、使って、いい感じでやってるね、オッケー、オッケー、解放者でこんにちは、ピンヨライだ。そしてすかさずウルト行くぞ。あ、やべ、逃げられた、なんだここ、なんだまず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 くそ、あいつ金鎧か、金鎧は強いぞ。アンチに、アンチに、アンチに行かないとね。うわ、このビッチなんか見にくいね。どこだ、どこだ、あ、終わっちゃった、オッケー、鎧がだいぶ傷ついてる。帝国軍に足りぬものはまさにこれです。はぁ、あ、緊張するもう一個使って、待って、万全にしていくか。これは使えますね。鎧回復を使って、金か、金鎧か。あれ、紫たちは持ってたんだっけ。紫たち持ってるけど、うん、いや、持って、うだ、全然ね、切れるやつだ、あいつ。あー、タチだ、技はまだ使えませんよ。あー、あー、くそ、あー、逃げろ、逃げろ、追ってきてる、逃げろ、準備、あー、くそー、あー、惜しい、くそー、悔しい、俺がタチなら、やっぱタチだった、やっぱこの人もタチかー、9キルしてる、
やっぱ立ちっすかね、最近は。立ちだな、なんかもうパリーできなかったもんな、うん、ね、冷静だったね、あっちも。へぇ、くそ。まあそんなにね、甘くない、簡単にさ、うん、取れてもね。そうそうそう、取れてもさ、このゲームそんな甘くないっすよ、なかなかっていうゲームは。いや、惜しかったね、でも今の。はぁ、ドキドキしたドキドキするね、これね、うん、ちょ、一回え、ちょっとトイレ行ってきます。あ、一回トイレ、一回トイレ行ってきます。ちょっと30秒待って。30秒。いや、お待たせしました。本当に30秒くらいじゃん。よし、負けらんないね、やっぱりタッチだと。次はタッチを使っていきましょう。ちょっと待って。なんだ、なんか、うん、さっきこれか。ああ、買おうとしたやつね、これね。兜欲しいよね、民族の非道会。やっぱ赤いとさ、うん、目立つからね。髪の色変えればいいじゃん。火縄銃、あ、そっちじゃなくない。あ、でも、あ、そうか、あれで獲得して、え、獲得できてる、いきましたよ、はい、全部そこ。ああ、これで一括受け取り。そうだね。おい、来た、おい、来た、おい、あれ、あれ、あー、来た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 、はい、あー、これ全キャラの、めっちゃいいね、はい、で、兜を装着して、よっしゃ、よっしゃ、すげえん、飾り、これだ、そうだね、はい、はい、装着、髪型もあるんだよね、いや、変わんな、変わんな、拝命いたしました、オッケー、岳山行くぜ、これで、よし、頭だ。カチ。じゃあ行きますか。え、トイレって逆にそんなに早く行けないもの？まあまあ、行けないものだと思いますけど、ね。俺は行けるものだと思うけど、ね。嘘。うん。昔から早い早い。言われるけどね。うん。ドンパンタンチャー。ドンパンタンチャー。そう。バン。本当に30秒くらい。行きます。今日月曜日か。これから何かもう1週間早すぎるな。そうだね。まあでもあと1ヶ月ぐらい働けば。年末休み、年末年始の休みだって思えば頑張れる、頑張れるね。1ヶ月なんてもう瞬速だから。鍵縄の補充が必要です。いや、目立たないね、目立たないね、頭が目立たないね、頭ないだけ、ないだけ、赤くないだけでこんなに目立たなくなるとは。雪のマップがあったら強いな。確かに白いし。なんかパルクール前よりもちゃんと掴めるようになってる気がするな。上限なかったっけ、なんかパルクール。いや、上限はないんだけど、うん、なんか前はちょっとした出っ張りとか、うん、引っかかってた気がするんだけど、なんかちゃんと避けるようになってるような気がする。進化してますね、やっぱ2ヶ月の間に。今年はおそらくですね、クリスマス配信はないかな。ないですか。クリスマス配信はないですね。年末年始もないですか。年末年始もないかな。年始はもしかしたらあるかもしれないけど、ゆっくりね、休みいただいて。そうなんですよ、うん、またまたね、休みなんてね、めったにね、休んでいこう、うん、みんなもね、
でマジで本当、うん、正月ってやることないもんね。でもまあコロナも落ちてきたし、実家とかに帰る人もいるだろうね、きっとね。探検、これ探検？あ、これ剣だ。あー、シンプルだね。あー、飛ぶんだ。へー、飛ぶ斬撃。これなんか自分も言っちゃうからね、体験のミクリック、ね、敵を倒した時に、床に、なんだこの武器は。なんだこの初めて見る武器ですね。思わず手に取ってしまった。それ商人かな、まあ、俺は乗り越えられる気がする。全然ないから後回し。俺は乗り越えられる。嘘だ。絶対に、ね、いつまでも苦手武器があったら。多ければ多いほど良い。多ければ多いほど良い。いつまでも苦手武器があったら。ドラえもんが安心して未来に帰れないんだ。うるせえ。なんかもう聞いたことあるな、そのセリフな。嘘、うん、今考えたけど嘘。ドラえもんドラえもんって誰ですか。え、じゃあえドラえもんって誰ですか。いや、僕の中のなんか青いタヌキっぽいっぽい感じやつだね、湧いて出たけど、ね、架空のね、自分の頭の中からね、ポッと。そっか、じゃあ仕方ないわ。んやべえ、この弓持ってる時の不安な感じやばいな。え、弓って右クリック攻撃も同じなんだ。右クリないないんだ。へえ、ああそう、これでいいかもね。確かに、むしろ、迅速に対応しなくて。あんまでも強くなさそうだな。発発だもんな。しかもその直線だからさ、解放者みたいにさ、すぐに変えられない。そうなんだよね。しまって、武器を変える練習しとこう。これ戦ってるじゃん、戦ってて、やばい、変えなきゃ。あー、バタバタする。あ、1と2で変えればいいんだ。あー、OK、なるほどね。なんかでも、よろけてたら変えられるのもなさそうな気がするけどな。不安は自分を強くする。今まで見たことない自分に会える。もう一人の僕、それがゴレンジュいいなぁ。いや、立ち欲しいなぁ。レアリティ低くても立ち欲しい、あ、いいよ、あるんじゃない、ここ。匂うぞ。破壊されるのをとくと見よう。わっ、オッケー、立ちゲット。いいですね。何これいらないだろ。何大事に、いつまでも大事に持ってるんじゃないよ。あれ、じゃあ一応こっちにサブバッグに入れた。もしかしたら使うかも。やり方は絶対いいだろ。いや、でも一もしかしたらそういう場面あるかもしれない。確かにさっきみたいなね、そう、2人で戦ってるとこに横槍入れるときに、ちょっと待って、さっき俺倒した人いるよ。え、いるの。あ、今キルログ流れてたわ。うっそ、よく見てるね。やばいね。確かにね、やっぱ遠距離武器一つくらい持ってたよね。一つはね、連動だったりね、そういう飛び道具。そう解放者もなんか飛び道具ではないからね、あれ。いや、でもこのなんかゴリゴリ攻めるタイプのキャラには割と解放者合ってるけどね。確かにね、近距離でずっと行くみたいな場面。俺見たいな、弓でキルするとこ見たいな。かっこよく打ち抜くとこ見たいな。見せちゃうか、 OK。 期待してて。見たいけどな、俺は。見たいけどな。あ、え、鎧は持ってないの。持ってない。危ない。よし、まだ出会わないな。まあちょっと青鎧欲しいね。青鎧が欲しい。全然倒して奪ってもいいんですけどね。確かにね、倒して奪ってもいいんですけどね。弓持ってるよ、サブバッグに。大事だからね。大事なものはやっぱバッグに、サブバッグに入れとかないと、ね、入れとかないと、いつ取り出すか分かんないけどね。来てるね。神秘商人まだ出てないんだ。
やっぱ私の指示に従って神秘少年で普通商人行くか、うん、あ、そうね、神秘少人、いや、まだ出てない。神秘少人なんか紫あるしな、紫鎧。なんか自分の足音なのか敵の足音なのか分かんないな。確かに。お、体験。いや、あ、でも体験、ほら、白持ってるから。なるほど。一応。なかなかいいのがナッシング。ですね。うん。とか言ってる間に残りが36人。36人。うん。一クラスぐらいといったところか。うん、一クラス。多いほど良い。お、なんだそれは。なんだこれ。一定確率 HP 回復と鎧回復を消費せず使用できる。まあ一応拾っとくか。一応ね。ほっ。お。運命の。あうわぁ。いや。いや。商人いるね。3000もあったらなんか買えるでしょう。まあ、まあ、アイテム拡張かな。うん。と、鎧回復ダイエットが買っとけば、一応。いいですね。ピア。OK! おナイス、ナイス、ナイス商人。おー、起きたーよー。いつでもいつでも行けます。敵と欲しいと思ってる。ただ相手が紫の鎧つけてるの見たら速攻逃げます。正義感的、ね、正義感で、うん、やっぱりまだまだ早い、まだ早いと正義感が囁いてる。思いっきりぶつかるのだけが正義ではない。そうだね、逃げることも時には正義。なるほど、ものはいいよ。これなんだ、え、怪しいぞ。あれでそこに、ここに神秘商人出るんじゃないか。そう、出てくる。でも人集まるよ、まだ34人もいるからね。いける、多分俺いる、俺しか存在に気づいてないはず。いや、そんなことないよ。あの神秘商人の存在に。いけるか、いけるか、隠れろ、慎重に。いるいるね。第二、みんな見てて。あ、来た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 、まさか。俺の弓っぷり見せてあげる。うわうわ、なんか竜いますよ、真上に。あれ、もう終わってる。あ、バレてます、それ。あ、バレてますね。最大限の警戒を。あ、バレてますね。なに、あれ、立ちに帰って。待て待て待て、違う、全武装すれば。あれ、逃げてもいいよ。逃げます。正義感が、正義感で逃げます。逃げるの支えている、正義感で逃げます。弓ここに捨ててこ、武器なくなってるんですけど。それあれだから、あれ中だから。あ、これ中だから。本当に、さすがに。嘘、うん、武器落としてない。落としてないですよ。本当に大丈夫。そんな早く2個捨てられないですよ、逆に。嘘、うん、いや、なんかあの武器弾かれたら武器落とした気がするんだけど。あれ、そうだっけ。気のせい、気のせいでしょ。ほら、あ、本当だ。回復回復、あ、回復回復、あ、回復回復しないと。だってだって誰、もっと備えた呪いの武器だな、やっぱ。マジで呪いの武器ね。でもさっき撃たれてるの弓じゃなかった？弓か、うん、あっちはじゃあもう弓使いだったね。弓使いが弓適性あるんだな。あったね。うん、面白い。どういうことなん？そういうことでしょ。どういうことなん？そういうことでしょ。やどういうやばいよ、もう今回鎧欲しいよ。あ、紫の鎧買ってよ。あ、神秘商人。でもさっきそこで、あ、もうさっき、いや、そうか、そうか、取られてんじゃない、もう取られてるか。いや、さっきの人確か来たよね。あ、さっきの、そうだね、さっきの人紫鎧だから、うん、紫鎧は残ってる可能性ある。ある。で、また襲われそうな気がする。いや、慎重に行こう。襲い返す、もう弓持ってないから。確かに。いた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 、なんか爆発してた。こいつ会おうか。全てが破壊されるのをとくと見よ。おい、これ勝てる。はい、あ、うまい。痛い。あー、ちょっと反撃ない。あー、弓め。弓めくっそー。弓のせいかな、今の。
あー、弓に切り替わっちゃった。うそ、弓だったか今のも。あー面白。くっそー。そー無言の。無言のサイレリ。うん。まず30分ぐらいかな。うん。あー面白。やっぱね、右のため攻撃見たら一回引かないとね。そうね、うん、難しいな、でもその判断するの。あれでちょっとやっぱ回避も、回避とガードどっちもやっぱ混ぜていかないとね。うん、右フリックの攻撃は強いよ、ガードできないから。弓ダメだな。ダメか弓。ダメか。うん、なんかやっぱ、うん、よく狙わなきゃいけないっていうのが嫌だ。そうだね、うん、なんかね、人だから狙いにくいよね。そうね、うん、でっかい。なんかその火使ってる敵とかになったらいいけどさ、でかいから的が。そうだよ、うん、でかい。おん、なんだギフトボックス。おいしそう、使ってみよう。なんかおいしそうな、おいしそう、お餅だ。うわうまそう、まんじゅうだ。これなんだ、得点ガードカード、ガードガードカード。そう、あ、ガチャじゃん。あ、ガチャボックスだ。あ、なに、それこれは、それガチャボックス。起きた、ガチャ。おい、見たことある画面だ、2ヶ月前に見たな。あれもう光ってない。25個いっちゃおう。いいよ。あ、待ちしてます。まずいまずい。はい、スキップされました。でもまあ金色なかったし、金色なかった。うん、ダケヤマ、はい、オーケー、最後のダケヤマ、最後のダケヤマ、最後のダケヤマいきます。いや、ちょっと鉱山エリア、ここでちょっとなんか稼ぎたいよね。でもそこなんか立地的に見にくかったよね。でも鉱山エリア、まあ追われたらちょっと、あ、でも逃げやすいね、確かに。いや、逆にずっと追われそうな気がするけどな。行くか、行ってみましょう。最後やっぱ潤沢な紫物資、紫鎧、紫武器、ね、これ欲しいですね。それさえあれば、ね、これさえあればいけるんですけどね。一番上までやっぱ紫鎧だよな。登れない。しょ、これね、する？しょ、しょ、ここから見る景色が好きなんだ。しょ、あ、しょ。あ、ここから。オッケー、行くぜ。うん。岳山。岳山行くよ。答えてくれ岳山。答えてくれ俺に岳山。あ、こっち見てる。飛んでる。あ、答えてる。自分いけますよ。いけるぜ。花井さん、自分いけますよ。答えてる。鍛えてるんでいけますよ。鍛えてるんで。弓は使えるのか。弓は使えません。使えないか。よし、行こう。よし。まあ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 、結構撃破してる方だね。うん。よし、岳山、行きます。お願いします。あそこ、あそこへ誘う。もうなんか早くも、あ、ちょっとしない、なんか、あ、ちょっとするわ。勝利に一歩近づきましたよ。いいよ。おお、いい、序盤に剣はいいよ、紫剣。悪くないですね。もう戦える。狩り行くか。もう戦ってもいい、狩りの時間だ。ふよ、シャイーン。しょ、まあまあね、まあ、さてさて、鉱山、鉱山、鉱山、さっさっさ、このね、入り組んだ地形がね、こね、ちょっとね、青鎧欲しいな。でも出ろ、出ない、出ない。目立つとこ行っちゃうよ。お、アイテムバッグ拡張が落ちてる。
なんて嬉しい。あ、鍵縄の音でバレちゃう。よ、鎧回復。鍵縄？鍵縄？なんか紫のねアイテム落ちてないね。青っぽいのしかないね。そうだね。うん。ここ外れかもしかして。でも右上のマップのさ金ゾーンから外れてるから。ああそっちには多分ある。あるのか。うん、ほら右上のマップ。はいはいはい。行くか。うん、ほら金の層範囲内で多分いいアイテムがある。この中ね。そほら。おお。紫。早速。ない。やり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 来た。鍵のはあれ？あとなんか？槍も強いんだよな。うん、ないね。他の人が取ったか。ここで争いは避けられません。あ、いや違うよ。あ、そっちか。こっちだよ。まあ結果は結果は。まあまあまあ。紫あったから槍が。攻撃の弾もね。オッケー。拾って。HP が正義なんじゃないの？いやいやいや。HP 玉が。本当？攻撃は最大の防御っすよ。お、武器バッグか。純粋に体力増やした方がなんかいい気がする。このキャラさ、うん、ウルト使うと HP 全開するから。うん、暗闇は満ちた。あ、そっか確かに。それはでもの、あ、そっかそっか。だからギリギリまで耐えて難しそう、その調整発動するっていう、その調整するの難しそう。絶対それが極意だって。ピンクエストじゃないあれ。お、右のこいつは商人だよ。商人か。あ、お前か。この音お前か。またまあ2000溜まってないから拡張取れないね。それ金ミッションじゃない？これ金ミッション。これ何？すべてが破壊されるのを3回叩く。やば、バレそう。絶対。あ、いる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 。いるよ、下、あの上に。お、降りてきたね。あ？あ、降りてきてない。あ、バイス。あ、右に来てる。はい。ナイス。はい！はい！F5 バッタ。オッケーオッケーオッケー。いや、違う違う違う、なんか詰まってくれた。詰まってくれた。いや、この人まずいよ。はい、まだ来てる。いや、鎧のサーブで来てるわね。 V 使って、ナイス。はい、 V 使っていく。どこだ、逃げたかアイテム。まあいいでしょう。まあまあ、あ、撃たれてますね。撃たれてる。あ、いるじゃん。やろうぜ。あいつも日々中か。その状態で来るのであれば、それは握手じゃろう。逃げるな、逃げるな。ぴょんぴょんして逃げる。この状態、鍵縄使えないのがね、ちょっとね。あ、もう解除しちゃった、ね、惜しい。コポコポしてる。なぜ、これは分が悪い。分が悪い。逃げよう。なんか多分もう一人いるわ。あー、あー、うまい。あああああああ、なんであんなことするのかな。さっき自分も言ってたよ。なんであんなことするのかな。遠目で見といて。なんか終わった瞬間悲しいな。もっと正々堂々とね、戦ってほしいと。正規感的に。そうよ、そうよ。同じことをしてたけどな。強かったな。強かったね。あれ無言の。まあ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 、まあまあ、実質今やってないから、うん、やってない。なるほどね。っていうか、うん、あの入り組んだ場所で変身は、うん、よくないね。してればよくないね。登れないからね。確かにね。もっとこいつを生かせるフィールドで戦わないと。平原とか。平原ね。うん、じゃあ次は平原に降りる。平原で、うん、ちょっと今悪かった場所が。場所がね、うん、うん、平原に逃げるふりして巨大化して戦う。なるほど、これだね。ああ、学んでるな。なんか学んでるな。学び学んでるな。強くなり続けてるわ。ありがとうって感じ。伸びしろしかない。うん、いきます。白白白からの
いや、変わるからこれ。買うの？あれか。あれ？あれ？金ない。金ない。全部持ってるじゃん。全部持ってるから全部お金になる。いや、やば。え？いいよ。いいよ。いいよ。今いいよ。今なんか無言で。いいよ。来い。来い。ちょっと紫しかないです。はあ。全部持ってるわ。いやもう全部持ってんじゃない。もしかして。確かに。そんなことないか。砂にね。あ。おお、出た出た、なんか。うわあ、余韻が。すん。余韻が。なんか出たね。いいの出た余韻が。戦いでの必勝。一切なくなっちゃった。いや、鉱山エリアちょっと間違ってました。やっぱ俺はここからだね。ああ、農民暮らしか。うん。なるほどね。ここからだね。やっぱその。この草が似合うね。なんかフィールド的に。なるほどね。うん。草と平原がいいです。これがいいです。もうこことかで戦ったらね、もうね、確かに最強ですよ。あ、もう最強だ。ああ、火炎放射でこんにちはしたい。火炎放射でこんにちはしたい。シュウリア。そいや。うん。ふし。うん。お、赤い髪のやつがいる。うそ。ほら。本当だ。めっちゃ目立つ。めちゃめちゃ目立つな。赤い髪や。ああ、やめとがいいと思うな。でもこの兜をかぶってからさ。うん。あ、確かにね。この兜をかぶってからさ、負け始めてない？確かに。外そう。やっぱ、やっぱ、なんかその、髪赤くして目立たせようとしてるなっていう、うん、逆に上級者っぽい感じになって襲われないっていう。なるほどね。うん。あ、そっちか。なるほどね。行きましょう。ようやく理解したわ。火炎放射広いて。紫じゃなくてもいい。金の弓は。金の弓は、いや、拾ったら使う。あったら、ね。金ね。金ね。紫はちょっと。ダメ。オッケー、わかった。紫論外です。開幕拾ってるんねえから。いいよ。青ね。青いいよ。青やられてこーい。おお、出てきた。おいー、最高。うまいよ。スタンダード。もういける。もういける。でもここから始める人はいないだろうね。さすがにね。いいよ。いいよ。あれ？気のせいか。今いた気がするけどね。今いたよな。あそこピョンって遮っていっ。水のなんか反射か？ああ、か。うん。逆に言ってるもんな、だって。逆に言ったらちょっと。微妙だね、うん、いやでも逆に行くってのも逆にいいかもね。逆にね、こっちの誰にも荒らされてないところを行くっていうね。なるほどね。まあまだね、2分もあるから。そうそうそう、ちゃんとさ、うん、ちゃんと綿密に下準備していかないとさ。確かに。鍵縄をね、多めに持ってすぐに行けるよ。なんてのどかなんだ。やっぱり太刀なんだよね。太刀欲しい。太刀がない。太刀打ってくんね。うわ、これ太刀だわ絶対。金の弓来い。金の弓来い。太刀だ。金の弓。あ、でも太刀、太刀ある。アイテムバック拡張ね。体験、うん、体験、ね、一応もないか。ないか。ないか。立ちていこう。金の弓ないか。金の弓なんてそうそうないわ。あったら面白いんだけどな。お、いいよ、たまたま。いいよ。この紫じゃない、この緑色に光ってるのいっぱい入ってるね。
これは玉っぽい、ね、玉宝箱っぽい、ね、うわ最高最高最高。近接防御、遠距離防御、一応、ね、青いやつ、青いやつつけていきましょう。平和だな、なんかここ、誰かいねえのか、平和だなここ。ほほ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 ほ、見て、あ、この赤い花、ちょっとね、うん、暗闇は地味な絵が続きますが、ご了承ください、ご容赦ください。皆さんはどうですか、クリスマス、年末年始、どこかお出かけ、ショッピング、またはイベントなんかに行ったりするんじゃないですか。いいですよね。何もありません。何もありません。何もありませんか。僕は何もありません。何もないのもまたよし。またよし。うん。いいのか。やはり心と体を休めるためには何もしないというのが一番いいですからね。なるほど。それこそやはり最高の贅沢。なるほど。うん。こいけない。お、大砲、大砲にしよう。うぅ、アイテム爆発。あ、もう上限だ。わお。あー、仕事ですか。か。バイトですか。またそれもな。またそれもよし。よし。クリスマスに働くということで、うん、やはりクリスマスに勝つ。勝つ。うん。クリスマスに勝つ。勝つ。そう。なるほど。小学生の時は、うん、クリスマスもしかしたらパーティーパーティーだったかもしれない、うん、でもクリスマスに仕事をしているなんて、うん、なんて立派なんだ、立派ですね、なんて大人なんだ、素晴らしい受験勉強、なんて偉いんだ、やっぱみんなが休んでる時に、そう、ね、そこで差をつける、なんて立派なんだ、これがやはり必勝法ですね、必勝法、お、マカタマ拡張、ほら、こうやってみんなで幸せな気持ちになることで、うん、マガタマ拡張パックもとも出会える、出会える、うん、なんて素晴らしいんだ、いいですね。さあ、そろそろ中行きましょうか。さあ、もうこれは集め終わったでしょう、うん、ただしちょっと白いね、ちょっと白いですね、ここがちょっとね、ちょっとね、せめてちょっとね、青たちがあればって感じなんですけどね、ないです、まあ、でもウルト回復したのでいつでも行きますと、行きますかね、うん、お金は今3300なので、まあ買えるっちゃ買えますけどね、まだ神秘商品は前降りてきてない、うん、まだ舞い降りてきてないですね。どこかもわからないです。そうですね。なるほど。じゃあ普通に真ん中行きましょう。よっしゃ。あ、今年の年末年始ですか？クリスマス、軽井沢の別荘でゆっくり過ごしますという方いますね。素晴らしい。それはここでは言わない方がいいかもしれないです。いやいや、そんなことないですよ。あ、いいですね。いいです、うん、やはりそういう過ごし方もやっぱり、また普段めちゃめちゃやっぱり頑張って仕事してたりとかね、あるのかもしれませんね。うん、いや、ディズニー行きたいですね。ディズニー行きたい。ディズニー今チケット取れないもんな。取れないの？ホテル？なんあのさ、ホテルミラコスタとかさ、うん、それ系のホテル全然取れないんだよね。今その入るだけの入場券はわかんない、もう抽選とかなのかな、じゃないですかね。さ、まだ規制さすがにしてんじゃない、うーん、乗りたいな。でもあのね、うん、ホテル取ると、うん、そのバケーションパッケージって言って、うんうん、あのファストパスがついてきたり、はいはいはい、あとは15分早く入れるんですよ。すごなんかね、うん、なんだっけ忘れちゃった、ファンタスティック50ミニッツみたいな、そう、それがねすごくいいよ、うん、やば、うん、じゃあもうなんだっけ、あれ、スプラッシュマウンテン5回くらい乗れるの、
あでもねガチれば乗れるかも、うん、俺たちいやーって瞬間にもう一回回って入り口回っていやでもスプラッシュマウンテン意外と長いから、うん、ビッグサンダーとかだったらマジでいけるかもしれない。5回ファストパス取ってみたいな、うん、乗って乗ってみたいな15分、そうその15分そう全てをかけ、あとあのシンデレラ城とかさ、うんうん、あ誰もいない、そう誰もいないし、うん、誰もいない上にあのミッキーとか来るのよ。15分前だもん。そう。そこで写真も撮って、うん、アトラクション乗るみたいな。乗るみたいな。あ、ありますよ、神秘書に黄色。いました。いや、黄色の神秘書にいます。これですね。いやー、近いな意外と。そうね、俺ビッグサンダー乗ったことないんだよね。オーケー。工事中だったの、俺が行った時草の、おあら、お、連撃紫もあるよ、紫よりもあるよ、最高、お、出た、お、未隠し回避、これこれ最強きたな、これだ、いっちゃいましょう、あ、よかった、だが、太刀を強化したいな、太刀が欲しいです。あ、そうなんだ、今バケーションパッケージちょっと違うんだ。あ、なぜやばい、ちょっと待って待って待って、あ、違うね、違う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  V だね、まずは V だね、お金なんだけどこの人、いやいやまあいやいや勝つよ、勝ってほしい、勝つ よ, よ, よ、俺の立ちさばき、あ、勝った、ほぼ互角、 OK、 ただ行きます、これ、これ逃げたな、逃げるな、逃げるな、逃げるな、今日も逃げるな、逃げるな、が逃げるな、無理だ、もう無理だ、あれはもう追えない、追えない、追えない、もうできるだけ遠くに、疲れたな、僕も逃げる、はい、陽光の刺さないところにいや刺しまくってる、刺しまくってる、陽光が V 長押してキャンセルできるんだよ、あ、本当に戻れるんで、あいつ倒して金鎧取りたかったな、そこで回復と、帝国軍に足りぬものはまさにこれです、危ない危ない、暗闇は満ちた、え、まじ落ちてきてんの、何、また別に、いや違うやつだ、この谷の、あえてこの、なんていいいとこなんだ、なんていいとこなんだ、ふふ、あの2人くらいいない、あ、違うな、いいよ、あ、あれ素手だ、あ、弾かれたから、あれか、やっぱり逃げよ、逃げよ、いた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 、全てが破壊されるのをこっち、反対に木の上とかなんだね、やっぱり回復するんだったら、こっち、もっと備えた方が良いかと、はい、追ってきてますね、あ、下にいるね、なに、いや、でももう一人、もう一人いる、もう一人、もう一人いるから、そこでよろしくやっといて、うん、痛い、ヌン、ヌン、やばいやばいやばい、痛い、あー、ダメだ、あー、もう終わった、あー、もうダメだ、あー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 、中身開いちゃった、いや、逃げる、うまい、うまい、うまい、逃げ全員一、逃げ全員来て、全然来て、あ、やってるやってるやってる、焦らずに回復してますわ、もっと備えた方が良い、焦らずに HP を回復、いや、てか3人やってる、先に HP 回復しないと死んじゃう、確かに、この程度の傷、生きれればそれでいい、よしよし、 よし、生きた、で、走ってる間にタブ開いて武器をさ抱えとこう、武器バッグから、もっと備えた方が良いか、いないっす、オッケー、危なかったぜ、危なかったぜ、逃げ全員、危なかったぜ、危ねー、逃げ全国1位来た、来たね、今のはすごい、危ねー、翻弄したね、あの谷をうまく利用して、あ、来てます、来てる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 、他の人もいたってのがね、よかったね、分かる、そうだね、そうだね、やりやってたからね、いやでもあっちめっちゃ人いるってことでしょ、怖いね、まずいな、ちょっとこの武器についての、あ、これこういう感じか、これむずいな、いや、五連銃じゃない、これ押しっぱで出るんだ、うん、連動砲、連動砲、それ剣にしてもいいんじゃない、一応確かにね、襲われた時にこれ先制攻撃取られるとやっぱ辛いな、だいぶ、そうだね、やっぱ先手必勝だね、これ髪の毛赤いからさ目立って仕方ない、目立って仕方ないね、オッケー、オッケー、なんだ、無駄打ちしちゃった、せっかくだから登ろう、ちょっと待って、
商人のとこに行きたかったら人がいっぱいいたってことだもんね。そうだね、やっぱ商人に。あ、でも俺紫鎧なのか一応。そうだね、無理に行かなくて、じゃ無理に行かなくてもいいけど、うん、ただこの近接がな、金弓あるかもよ。金弓はマジでいらない。金太刀あるかもよ。太刀落としちゃったら痛い、ね、あそこ行くか。太刀ちょっと拾いといて。太刀拾いたい。さっき白太刀だったんだっけ。うん、あでも青太刀かな。青太刀で金魚類の ねえだいぶやっぱ太刀って強いんだわ、うん、あれが紫とかだったらね、もう多分やれてたね、うん、でも今回はウルトあるんで。確かに。また逃げ全一出しちゃうよ。いやいや、それ攻め使ってほしいけどな。あるかな、タチタチあるかな、タチあるかな。こい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 。なんか落とした。なんだ、なんか木箱が壊れた。落とした。怖い。あ、なんかなさそう。もう、え、いや、あるんだ。なんだ、やってる。よろしく。やっとい、やっちゃうか。あれやっちゃうか。連動法でこんにちは。連動法でこんにちはやるか。連動法でこんにちは。あれ、ダダ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 ダ、強っ強っ強すぎる。金鎧だ。うまい。いやー、紫たちだ。いもういらない、もう何もいらないでしょ。終わりなき大厄災が来るだろう。剣持ってる、剣持ってる。剣の剣の、え、違う、金剣持ってる、金剣。お、お、お金が、お金がすぐある。2万円。めっちゃある、めっちゃある。まだオッケー、逃げる逃げる逃げる。あ、逃げろ。あ、でもまずい、鎧回復してない、鎧回復してない。オッケーオッケー、逃げろ逃げろ、鎧回復してない。逃げ全員一の、この俺の実力。よし、こっちに逃げる。普通に満ちた顔で震えるおののけ。鎧のものはまさにこれです。強い。連動砲強かったね。連動砲強かったね。あれ連動砲チャージだね。あ、チャージなんだ。方が良いかと。いや、金剣ちょっと強いけど。準備は戦いの結果を左右。でもちょっと俺は太刀を信頼していきたいね。あ、やってない？なんだあれ、やってる？やってるよね。連動砲行くか。あ、チャージして届くある距離。連動砲でこんにちは。あー、惜しい。チャージして、3人いるね。連動砲でこんにちは。こんにちは。楽しすぎる楽しすぎる楽しすぎる。あ、切れてます。あ、よいしょよいしょよいしょ。直して、連動砲でこんにちは。あい、まだいるかもしれないからね。てか切ってるね。あ、アンチが。攻撃攻撃。うわ、この人結構いいの持ってる。オッケーオッケーオッケー、行こう行こう。痛いからね、気をつけて。結構遠目か、アンチ。連動砲楽しすぎる。連動砲楽しすぎるな。まずは治療をしてください。いや、ちょっと待って、あそこの結構 HP 変の早いからね。いや、でもちょっと欲しい欲しい欲しい。回復しながらさ。あー、なるほどね。リフトコイン、うん、鎧回復ないんだよね、うん、もう回復した方がいいかもよ。回復するまでしばしお待ちを。これで、うわ、攻撃アイテム見ながら回復できるのいいね。あ、治癒効果か、弱くなってるって。嘘、いっぱいいるから。ここに、あ、味覚し、味覚し欲しい。はい、回復して。回復するまでしばしお待ちを。回復しないか、まずい。あ、全然回復しない。全然回復しない。やばい。まずい。いや、これウルト。ウルト。あ、サイクルウルトね。あ、いますね、なんか。今、意味で撃たれましたよ。バカ野郎。やめてくれ、やめてくれ。これ、減らないんだけど。俺はそん。僕、なんかやっちゃいました。僕何かやってしまいました。そんなことある？周りの人も
やば。周りの人もバリアで死んだってこと？やったー。イエーイ。やったやっぱあの紙ウルト刺さったね。刺さったね、うん、あの弓で撃ってた人がそうなのかな、うん、そうだね多分ね、こっち撃ってた人がね、うん、そうだね巻き込まれて回復できずに、うん、死んじゃったのかな。うわー、あー面白い。これは完全に頭脳プレイだね。来たね。あれ HP 減らないんだ、強い。うん、強いね。あ、確かにあれ HP 減らなかったよね。減ってなかった、減ってなかった、使ってる最中。すごっ。え、めちゃめちゃいい使い方したね。したね、今ね。ゆっくり漁ってね。いやー、今のうわー、来た、ランク1。いや、面白かった、今の1位の結果。うわ、今日のハイライトを最後に持ってこれたわ。うん、よかったね。ありがとうございます。ありがとうございます。これも石川海人の力だな。うん、完全に面白かった。来ちゃったね。楽しかったな。いや、面白かった。うん、面白かったね。いや、2回は、ね、取れましたね。うん、今度よかったね。うん、はあ、まあでも、うん、装備ガチ揃いしてたから戦いたかったけどね。本当はね。うん、ただまあその直前とかに、うん、あの連動砲でこんにちはしてたのとかがやっぱ結構敵を減らせてたのかな、うん、あれのおかげで。ダキヤマ、拝命いたします。使いたかったけどね。いや、ダキヤマ良かったよ。良かった。え、俺ダキヤマ一番使いやすいまであったな。そうだね、なんか、うん、V の使い方とかね。ダキヤマめちゃめちゃ強い。うん、使いやすい、なんか癖ないよね、うん、他のキャラに。癖ない癖ない、うん。もう純粋なパワータイプ。武闘派って感じ。うん、いいな。顔もかっこいいし。いいね。これは人気出るぞ。ダキヤマ。ダキヤマ。使ってる人多かったね。やっぱ新キャラってのもあるかもしれないけどね。あ、まあそうね。うん、まだソロだとやっぱ選ぶんじゃない？そうだね。こんにちはマジ良かったね。こんにちは連動砲でこんにちは。連動砲と火炎放射でこんにちは。ああいう時にやっぱ使うのか。うん、なるほどね。面白かった。なんかザキヤマっぽいなって言ってる。ダケヤマね。ダケヤマ。ダケヤマね。ダケヤマ。わかるよ。うん。ダケヤマ。言わんとしてることは。うん。ヒゲもね、なくせるんでね。そう。うん。脱毛できるもん。いいね。うん、弓、あと弓だね。弓をちょっとどうにかしていく。そう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 。弓の使い方マジで分かんなかったな、うん、いやあれ使える人は本当うまいだろうね。そう、溜め切ってもさ、うん、当たんなきゃ意味ないもんな。そう、ピンピンって2段階もね溜めれるけど、うん、当たったら結構、ね、当たったら強いんだけど、ねうん、当たんなかったからな。そう、まあ、あれはやっぱ FPS とか TPS で鍛えてる人が当てるんだろうね。ようだね、うん、だから当たったらめちゃめちゃ強いんだと。そう、めちゃくちゃ減ったもんだって一発当てた、うん、当てたけど、ね、600くらいやったもんね。やっぱカブト外した方が良かったね。確かに、うん、カブトはいらないやっぱり。まあやっぱ赤を主張していった方が良かったですね、うん、みんなもね赤い髪にしてね、うん、これおすすめです。やるときは抱き山にしたら、うん、赤い髪に。そうそう、面白かった。はい、はい、ということで、そろそろ終わりたいと思います。はい、もうねちょうど12時は、うん、かなりいい時間だね。いい時間です。うん、最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。はい、次はですね、はい、いつ配信するかはちょっとまだ分からない、未定なのですが、はい、ちょっと次はですね、うん、マリオパーティーマリパすんのやりたいなっていうことをまあ言っていて、まあ、バイオもねもちろんちょっとバイオバイオあと1回で終わると思う。バイオ終わらせるか、うん、ちょっとまあせっかくクリスマスも近いということですし、みんなでワイワイマリオパーティーやりたいなと。そう、オンライン対応できるようになったんですよね。そうだね、新しいやつはね、うん、うん、なんちょっとそれやりたいなっていうふうに思いますので、うん、またね近くになったら告知、はい、とうとう告知したいと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、それでは、はい、名残惜しいですが、はい、お別れのお時間です。はい、このお時間は、はい、花江夏樹とスイチでした。なんで最後なのにそんなふざけるの。はい、この時間は花江夏樹とスイチでした。
ありがとうございました。ありがとうございました。